いつも動画を見てくれてありがとうございます。アニマックスです。本日はですね、オキュラスクエストのオキュラスリンクを使って PCVR ゲームであるザ・フォレストをキャットウォークシーを使って自分の足でプレイしてみた動画をご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは VR のゲームレビューや VR に関するニュースなどを中心にお伝えするチャンネルとなっております。もしもあれしたらチャンネル登録していただけるとありがたいです。はい、というわけでこのザ・フォレストなんですけれども、こちら2018年の5月1日にリリースされたゲームで、価格は現在2050円で販売されております。日本語対応もね、字幕で対応しております。まあ VR 用意はほとんどないかなというような感じのゲームになっております。このゲームなんですけど、一言で言うとオープンワールドサバイバルクラフトゲーム。息子と乗ってた飛行機が事故かなんかでよくわかんなくて島に不時着しちゃって、なんかその原住民みたいなのに息子がさらわれていってしまうと、人間を襲ってくるような感じの原住民がいる島に、まあ、サバイバルをしながら息子を探し出すっていう感じのゲームなんですよね。僕もねまだ全部やったわけじゃなくて、とりあえずね1時間ぐらいやってみたところをこちらでご紹介したいと思うんですけど、怖いゲームなので、まあ、そういうのが苦手な方とか、まあ、なるべくこうグロテスクなシーンはちょっとカットするようにするんで、まあ、ちょっとそういう怖いものとか苦手な方はね見ないようにしていただければと思いますが、かなりね面白いゲームだった。かつこのやっぱキャットウォーク C ですね、このキャットウォークを使ってプレイすると、まあ、さらにね没入感が増していきますので、まあ、そこら辺をねご紹介できたらと思います。というわけでまずはプレイの様子をご覧ください。よし、じゃあフォレストやっていきたいと思います。怖い、なんか人が吊るされてるけど、シングルプレイヤー、新しいゲーム、いや楽しみだな。うわ、飛行機、機内食だ。子供が寝てる、寝てるよね。お、取れるな。サバイバル。ああ、お、なんだ。おえ、何、子供、え、ちょっと、あ、奪われる、ちょっと、ああ、ああ、なんだ、どういうことだ、これ誰、これ私か、何、何があった、ああ、では、あ、ライター、ホイター使えんだね。オッケーオッケー。うわっ、うわっ、死んでる人。うわっ、ちょっと待って。ああ、死んでる。さあ。よいしょ。森だね。動物もいる。鍵がかかってる。テープ、なるほど、よし、なんだろう、なんかいろいろアイテムが手に入るみたいだけど、一通り取ったのかな。どこなんだよ、この前息子がなんか変なやつにさらわれてんだよな。火がマイクラみたいな。何？え？怖っ。え？あっ！やば。どうすればいいのこれ？戦うの？めっちゃ怖いんだけど。怖っ、どうしよう。戦わなきゃいけないのかこれ。え？いる？まだ。怖いよ。え、どうしよう。早くないこいつ。あ、怖い。怖い。怖いよ、めちゃくちゃ。やばい、鳥肌が。どうせ、どうせよ。
これちょっとグロすぎるなってな。これ YouTube で出せないの、グロくて。こんなやついっぱいいるってこと？まずいな、それは。ちょっとなんかマニュアル見てみよう。あ、これ息子が持ってたサバイバルの本だね。チュートリアル、避難所を建てましょう。なるほど。避難所では睡眠をとりゲームを保存できます。棒が7本、岩6個、丸太7本。なるほどね。あ、なるほど、こうやって作れるんだ。棒7本、岩6個、丸太7本。オプションボタンで、あ、これあるじゃん。棒が5本、岩2個、棒があと2本だ。なんかいろいろあるじゃん。もしかしてこれ夜になるのかな。これやばい、ね、明かりの作り方をちょっと調べよう。サバイバルの基本、基本的な火、葉っぱ7枚、棒2本で火を起こす。なるほど。やばいやばい、暗いよ。やばいやばい。作りたい、これ。あ、そうか、こうやってんのか。設置。あ、いいよいいよ。建設、建設。オールナー。オッケーオッケー。で、火つけると。よしよしよし。何、お金12。よし、これで、お、なんだこれ。鶏肉か？鶏肉だ。取る。お、焼けんのか？お、いけそう。あったあったあった。あったあやだろ。どうなったこれ。ああ。これね、血に覆われている感染するとね、洗い落とそう。喉がカラカラだ。綺麗な水を探そう。お腹すいたな、食べ物を探そう。飲み物が何かあって、これ飲もう。飲む。ああ、水色のゲージがあれかな。鳥を食べなきゃいけない。いや、むずいな。サバイバルだな。目の前に鳥が。ごめん。ごめん。すまんね。お、使うってできる。お腹すいたよ。あ、食べれる、食べれそう。おー、食べてる食べてる、肉。食べれるものがあるときはこの食べ物マークが出るね。どうだ、お、満腹になったぞ。うわっ、やばいよ、やばい。こいつ火大丈夫なのか。火の後ろにいよう。あ、怖い。あ、これ木の棒じゃダメだ、これじゃない。怖い、マジで怖いよ。ああ、やめてくれ。動かない。あ、無駄に。やめろ、仲間を呼ぶな。急には近づいてこないの。怖っ。来いよ、来いよ。やってやるよ。襲ってこないね。一匹なら。なんとか対処できそう。逃げてたか。いや、怖いわこれ。家欲しい。あ、早く朝になってくれよ。怖いよ。いや、マジで。うわっ、びっくりした。ごめんろ。一匹。もう怖っ。やめてよ、マジで。何所建てたいの。うわ、いる。ちょっと、2体。2体は無理じゃないか。入る。怪しいな。
PCVR のザ・フォレスト、キャットウォークを使ったバージョンのちょっと導入の部分を見ていただきました。いや面白いですね。サバイバルホラーゲームではあるんですけども、クラフトの要素があるっていうのがちょっとね安心感があるというか、家を作ったり焚き火を作ったりして原住民からこう襲われないようにするとか、なんかちょっとねその動物がこう周りにいたりとかね、亀がいたりとか、ほっこりする部分もあるんですよね。怖いだけじゃなくてそのクラフト要素も入ったことでなかなか面白みがあるゲームかなと思いましたね。実際このキャットウォーク使うことでね、走って逃げなきゃいけないとか、運動にもなるしね、いいと思いました。もう終わった後はね、今日1時間プレイしただけなんですけど、ついに終わっただけで汗だくになったので、まあ、かなりこれはいいかなと思います。没入感も上がります。かなり面白いと思いますね。ホラーゲームみたいなものが好きな人はもちろん、まあ、クラフトゲーム、マインクラフトとか、ああいうのが好きな方にも楽しめる内容かなとは思いました。まあ、ただね、ちょっとお子様には向いてないかな。ちょっとグロテスクな部分があるんで、お子様向けではないかなと思いますので、まあ、その点注意していただければと思います。毎日このキャットウォークを使った VR ゲームを楽しむことで、こう、ダイエットするっていう、こう、企画にね、今、挑戦してるんですけど、その中でプレイするタイトルの一つにね、このザ・フォレスト入れていきたいなと思っています。クリアまではね、とりあえずプレイしてみたいと思うので、途中経過の方も何らかの形でこう動画に出せたらと思いますので、まあ、また見ていただけたら幸いです。このチャンネルでは VR のゲームレビューや VR に関するニュースなどを中心にお伝えするチャンネルとなっております。もしまだしたらチャンネル登録と、もしよかったら、この動画の感想や動画のリクエストなんかをコメント欄に書いていただけるとありがたいです。キャット VR のね、製品を買いたいって方は、この概要欄の方に特別なリンクをご用意しております。こちらから購入すると割引でね、このキャット VR 製品が買えますので、チェックしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。